はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイ、数量限定のことこと焼きりんご味。煮詰めた果実のうまさが楽しめる、濃く甘いチューハイ。アップルジャム新石種仕立て。アルコール度数が6%で果汁が5%。原材料はリンゴと、ウォッカとアップルジャム新石種と、リンゴ果汁。リンゴ果汁加工品と、糖類と炭酸と酸味料と香料。こちら札幌ビールの、会社のものです。アップルジャム。焼きりんご。なんか昔焼きみかんとかやったな。意外とうまかったりするんだよ。焼きみかんとか。なんか、冬は、ほら、こたつにみかん。でしょ？で、俺は、昔、ガキの頃だったかな。まあいいや。カンピー。リンゴだ。プルジャム。焼きりんごって書いてあるけど、ぶっちゃけた話、何が焼きなのかの味がわかんない。普通のりんごじゃん。いや、若干なんか違うっちゃ違う。けど、難しいな、これな。まあ、そもそもリンゴを焼いたことがないんで、わかんないっちゃわかんない。昔、実家にいたときに、まあ、灯油の、なんか、まあ、ストーブ的な、やつがあって、で、その上に、普通だったらコンロ、違う、やかんとかを置いてさ、で、その中に水入れといて、で、まあ、加湿だったりとか、できるストーブみたいなのあるでしょ。あそこに、ね、まあ、みかんを、こう、ポテって乗っけて、で、こう、しばらく経ったら、こう、ひっくり返して、みたいな。やって食ったことがあるんだけど、だいぶ、酸味が飛ぶんですよね。みかんの酸味が飛んで、なんか甘くなるみたいな。まあ、原理は知らないんだけど、基本的にそのものっていうのが、味覚っていうのが甘さ感じる、味覚の味蕾の、まあ、下にあるね。
その未来っていうものはですね、あったかいと、温度が高いと、甘く感じやすいんです。だから、冷たいものほど、まあ、こういうチューハイとか、ものほど、甘く感じないんで、本来だったらこれ、ホットにしたりすると、すごい甘さを感じるんですよね。だから、その感じで、まあ、ね、熱が入ったことによって、まあ、甘くなったのかな？あれ、ストーブ、基本的には雪国しかあんまないよね。ああいうのね。石油ストーブとかって呼んでましたけど。まあ、毎回、まあ、石油入れたりするのかったるいんですけど。まあ、主にファンヒーターみたいなやつだよね。石油ファンヒーターみたいなやつ。で、うちでは基本的にこたつがなかったんで、普通にファンヒーターとか、そのね、直になんかあったかくなるストーブみたいなやつとかさ、あと小学校とかさ、中学校でさ、なんか、まあ、なんだろうな、卒業式的な体育館に集まってさ、なんか、やるときは、でかい、ストーブをもう何台かこう、ババババって置いて、で、稼働させてっていう感じ。で、あと、中学生とか、だと、灯油の、まあ、教室に、もう一台あるんですよ、でかいやつが。で、その灯油がなくなったら、日直の人間が、灯油持ってきて、そこに入れて、みたいな。っていうのが、やってましたね。多分、東京とかだと、まあ、ない。まあ、ないのか、わかんねえけど。見たことねえからな。でも最近のさ、小学校とかさ、中学校とかすげえよ、あれ。体育館のさ、いわゆる、選挙の投票の時に、俺小学校だから中学校だから行くんですけど、その時に見たのが、体育館の中に、エアコンでかいやつが、何台もあるんですよね。すげえなと思った。おそらく多分、寒い日はやっぱエアコンで、温めて、まあ、暑かったら、クーラーで冷やして、みたいな。俺らの時代はそんななかったんで、俺がガキン頃とか、小学校、中学校、高校、教室にエアコンなかったっすからね。確かに今考えると高校生の時も、俺エアコン、ある部屋もあるんですよ。例えば、教師、なんていうの、主張、あ、違うな。なんだろう。教師が、いっぱい、ね、いる、部屋。と、あと、なんか、視聴覚室とか、あるとこにあるね。図書館とか、図書室とかね。だから、クソ暑い時とかは、図書室、休み時間に図書室行って、まあ、涼んだりだとか。まあ、そういうのはあったんですかね。このチューハイに戻りますけども。
果実の旨味がぎゅっと、濃縮された、濃く甘いチューハイです。果実をじっくり煮詰めてフルーツジャム新摘酒で、仕立てました。焼きリンゴのような深みのある、香りが特徴です。ほっと一息つきたいときにゆっくりと味わってお楽しみください。果実のジャムや、マーマレードを、漬け込んでコクと甘さを引き出したお酒と。確かにリンゴジュースに比べると若干やっぱなんか風味が違いますね。なんだろう。いわゆるアップルジュース100%のアップルジュースって、結局その、リンゴのさ、を全部砕いて、で、圧縮して、まあ、絞ってやるわけでしょ。これの場合だったら、結局ジャムみたいなの。ジャムって、リンゴと、砂糖を入れるでしょ。だから、普通のリンゴジュース100%のやつよりも甘いですね。で、あとなんか風味が、ちょっと、なんだ。まあ、あります。なんかそういった、焼かれてんのか、何なのかわかんないけど。とアルコール度数が6%あるんで、まあ若干高い。まあそれによってちょっと若干ウォッカの味が、するかなっていうのはありますね。でもさ、さっきの話に戻るけど、エアコンってさ、例えば、新潟県って基本的にほら、雪国だから、ね。夏とか暑くねえだろうみたいな言う人いるんですけど、あれ全然暑いですからね。普通に38度とかなるからね。まあそれは北海道でも同じなんですけど、あれ北海道で35度とかなるじゃん。で、夏は35度以上になって暑いし、で、冬はマイナス20度ぐらいになって マイナス10度とか、なるでしょう。本当にさ、北海道に住んでるやつ、マジで、いや、ちょっと頭おかしいんじゃないかと思うね。言っちゃうけど。まあ、言っちゃったけど。本当に北海道って多分あれ、住んでる人間多分、本当みんな頭おかしいんちゃうかって思いますね。まあ、ぶっちゃけ新潟県に住んでる人間も頭おかしいと思うけど。本当に。あんなクソみたいなめんどくさい雪かきとかさ。手作業でなんか、でっかいスコップみたいなね、なんか、両手でこうガーってやるやつ。持ってさ。で、朝6時ぐらいに起きてさ、1時間ぐらい雪かきして、田舎なんで、雪かき、いや、普通に、新潟市内とかだったらいいんですよ。あんまり雪降らないね、市内はね。でもまあ、田舎だったりすると、車が絶対ないときついじゃん。
ね。で、結局、車の駐車場とかに、雪が、30センチぐらい積もったりすると出られないわけですよ。だから絶対ね。まあ、仕事行く、まあ、仕事がまあ、8時半から始まったとして、まあ、2時間前ぐらいに起きて、1時間雪かきして、で、飯食って、で、家帰ってきたら、また積もってるんですよ。で、ひどい時だと結局、行けないですよね。自分のその家の、家に入れないぐらい積もってたりすると、だからどっかに止めて、その車をね、自分の、ところ、駐車場じゃなくて、別なところに止めて、で、家帰ってきて、それ除去して、みたいな。それで入れるみたいな。アホだ、あれ。確実にアホ。雪かきっていうのが、どんだけその重労働かって、わかんないですよね。雪、経験したことない人はね。まあ、雪っていうのは、基本的に、水分を多く含んでる雪と、まあ、粉みたいな、ほぼ水分を含んでない、なんか、綿みたいな、綿ちゃうかな。まあ、粉みたいな雪。大体二つに分けられてて、で、その重いやつが、まあ、当然雪の水分を含んでる湿った雪なんですけど、まあ、この湿った雪っていうのが、大体最初の、冬になって12月の頭ぐらいに、湿ったやつがブワーって降るんですよ。で、12月が湿った雪降って、で、大体1月に乾いた雪が降って、2月もかな。で、3月あたりになると若干暖かくなってくるんで、やっぱりし、あの湿った重い雪が降ると。軽いその粉みたいな雪とかだったら別にいいんですけど、湿った雪は本当に重くて。で、めんどくせえから、雪かきすんのちょっと、かったりか雪かきしねえわ、みたいな。一日雪かきしないとどうなるかっていうと、最初に雪がこう降って、まあ、30センチぐらい積もったとするじゃないですか。で、次の日に、それを除去しないと、もう一段こう降るわけですよ。30センチ。で、60センチになって、で、自重によってその重さ、上に降った重さによって自分が、ぎゅーって固まるんですよ。雪はこう。圧縮されるんですよ。で、圧縮されると、もうものすごい重い。重くなってしまうと。だから、毎日欠かさずやらないと、まあ結果として、まあ自業自得になってしまうということですね。うん。だから、まあ大体1日2回ぐらい。まあ時間で言ったらまあ1時間、1時間で。まあ1日あたり2時間ぐらい。まあかけて、雪をね。まあ、雪かきをすると。で、その雪かきっていうのがもうものすごい重労働でですね。
まあ、年寄りとかには当然できないんで、だからボランティアとかで、雪をね、ボランティアで募って、いわゆる高齢者の人に、家行って、まあ、雪かきをしに行くみたいな。っていうのも、よく行われてるんですけど、一番かったりいいのが、雪下ろしっていう、まあ、屋根の上に、家の屋根に積もった雪が、50センチぐらいに超えると、さすがにやべえと。で、なんていうの、雨とか降ってくれればいいんだけど、まあ、溶けるからね。で、雨も降らねえってなる。雪しか降ってねえと。で、あったかい日もねえと。晴れた日とかもなくて、ずーっと降ってたりすると、さすがに屋根の雪を、まあ、下ろさなきゃいけないと。だから屋根の上に乗って、スコップとかで、ガッサガッサ、落とすんですけど、これがまた、まあ、事故とかにつながるわけですよ。高齢者が、もう自分で、屋根の雪下ろしをしたことによって、まあ、落下して、まあ、亡くなっただとかさ。そういうのが毎年のように、何十件も起きてるわけですよ。じゃあ、やらなきゃいいじゃんって話。でも、やらないと、家が潰れるわけです。で、アルバイトの人とかも、やっぱ人、あの、そんなにいっぱいいないんで。だから、やむを得ず、高齢者の方たちが、自分で雪下ろしをしようとして、まあ、落ちて死んだとかね。まあ、その年によって、雪の降ったりするのが結構変わったりするんで、今年は雪下ろししなかったけど、来年はめちゃくちゃ降って雪下ろししなきゃいけないとか、まあ、あるんですよ。で、俺が実家に住んでた時が、まあ俺と、兄貴、2歳上の兄貴と、父親と、あと祖父と、祖母、だったんですが、まあ、まあ大体雪かきするのが、俺と兄貴と、父親。三人がかりで、まあ、やると。で、俺の兄貴が、夜勤の仕事、あれですね。介護士なんですよ。で、夜勤の仕事とかがすげえあったりして、夜勤明けとかって、すげえきついじゃん。家帰ったらもう寝たいじゃん。ね。俺も何度も夜勤やってきたからわかるけどさ。まあ、だから、まあ寝たいわけですよ。一度会ったのが面白い。面白いか、まあどうか置いといて。俺の兄貴が、
その雪、冬の時にね、自分の、車庫があって、車庫の中に、入れようとして、してたところを、俺がたまたま、ほぼほぼ、同じ時間に、俺もこうし、あの、車で、仕事から帰ってきて、で、兄貴のその車庫、こう入れ直してするじゃん。入れるときに、こうバックとかするでしょ。そのバックの方で俺待ってたんですよ。はよ、しねえかな、みたいな。で、兄貴は、夜勤明けで、非常に頭が、もう、非常にいろいろ何にも考えない状況になってて、で、普通にバックミラーとか確認せずに、バックしてきて、俺が後ろにすぐいるんですけど、それをバックしてきてガツンと当たって、まあ、自損事故みたいな。っていうのが一回ありまして。その時に警察呼んだんですけど、まあ自損なんで結局あんまり意味ないですね。だから車の保険とかもあったんですけど、ぶっちゃけ保険屋に頼むと、だから、弁償はしてくれるんですけど、次からの、保証料金みたいなのが高くなるんですよね。事故を起こしたら高くなるんですよ、結局。だから、そういうのを考えて、もうやむなし。いや、保険屋にはもう頼らないで、普通にね、そこら辺の、カーコンとかで、直して、まあ、やったわけですけど。まあ、そういった事故もあったりすると。まあ、言うても新潟県でも、そんなに俺が住んでたところはあんまり降らない、雪降らないところなんで、いいんですけど、新潟県の上中下越って3つに分けられるんですよ、新潟県がね。上越っていうのが一番下の方。で、中越が真ん中のあたり。で、下越が、上のあたり。北の方。で、下越が一番雪が少ないんです。で、上越とか中越は半端なく降るんですよね。おじやとか、おじやだとか、まあ、前ありましたからね、あれね。なんだっけ。俺は高校の時に、おじや地震だったっけな。かなりでかい地震があって、まあ、被災、まあ、したみたいな感じですね。ってのはあったんですけど。だから、小千谷とか上越のあたりとか中越のあたりは、もうガチで降るんで、まあ、道路の横がもう壁みたいになって、雪の壁が出来上がってるみたいな状態なんですね。まあ、何が言いたいかっつうと、ぶっちゃけ、新潟とか雪降ったりする、地域って、住まなくてよくねって話になる。なんで住んでんのっていう
言われるけども。まあ結局のとこ、あのクソみたいな、あの田舎のな、クソみたいな、あの理由ですよ。いわゆる、田舎独特のブラックだったりさ、なんか、ブラック差別だったり、なんかそういうなんかクソみたいな、なんかこう、な、クソみたいなやつ。クソみたいな理由で、田舎特有のなんか、まあ、パワハラ的なね。やっぱ田舎はそういうのは多いんですよ。クソみたいなしきたりとか、なあ、あったりするんですよ。まあ、だから、めんどくせえとこは住まなくてよくねって話。うん。だから、仕事行く前に1時間雪かきして、もうすげえ疲れるのよ。すげえ疲れんのよ。全部人力だから。で、すげえ疲れてんのに、その後に仕事行って、ね、8時間働いて、で、また帰ってきたらまた雪かきしなきゃいけない。死ねよと。とりあえず死んでほしい。確実にもう、死ねって感じ。誰に言うわけでもないけど、基本的にもう、あれだよね。まあ、生まれた場所が悪かったっていう。生まれ育った場所が悪かったで、まあ、片付くね。うん。ということで。うん。まあ、旅行とか行くなったらいいんですよ。あの、北海道とか。ねえ、あの、魚とかが美味しかったりするでしょ。旅行で行くのはいいんだけど、あの、暮らすっていうのはもう、暮らすとなるとまた話はもう全くの別なんで。まあ、これはまあそこそこ美味しいんじゃないですか。うん。うん。はい。4444です。ご視聴ありがとうございました。